トゥルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルトゥ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 ルトゥ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 ルトゥルルントゥトゥトゥルルントゥル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 トゥ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 やっほいやっほい。イエーイ。こんにちは。こんにちは。うー、今日も疲れたな。みんなは疲れてないですか。お休みでしたか、今日みんな。どうかな、どうかな、どうかな、どうかな。いやー、今日は何もしてないんですけど。今日はね、でもいろいろしてました。まず朝起きて、何してたかな。あ、でもなんかまあ、どうだろう、何もしてないです。人が来てたんで、家にまあ一人でいろいろやってました。そう、特に結果何もしてない。ちょっとやらなきゃいけないことをいろいろやってました。お休みだったな。眠く、いや、めっちゃ眠いです。私今日ずっと一日中眠い。今もまだ夕方ですけど、めっちゃ眠たいですよ。激眠、超眠たいです。いやー、どうしようかしらっていう感じですけども、めっちゃ眠いよ。マジね、もういつでも寝れるってくらい。しかも今日めっちゃ暖かいですよね。どうですか。あ、でも昨日に比べたらちょっと寒いけど、天気いいですね。めっちゃ眠い。いや、なんかもう寝不足すぎて花粉症で寝れないです、本当に。毎日、なんか薬飲み始めて初日は良かったんだけど、昨日は、昨日もまあ寝たんだけど、でも寝る前ちょっと症状出てきた感じで、夜中とかもう起きちゃって、もうなんか鼻詰まりすぎて息できないんですよ、普通にね。息できなくって、で、まあ、これ寝れんわって感じで、でもう鼻で息できるなるのは口で息するしかない。で、口呼吸に自然となるんですよ、そういう、そうなると。でも、もういつも鼻で息しとる人からしたら、口で息なんかできへんでって感じで、もうずっと寝れんくて、何時間も寝たい、でも寝れない、もう寝るの諦めようかなって感じで思ったりもしたんですけど、まあ頑張って寝たいなっていうのと、ちょっと戦ってっていうのがありすぎて、もう寝るとないです、全然。マジ眠い。そう、寝不足です。だから薬、まあでも薬飲んだことによってだいぶ変わったんですけど、だいぶね、今日とかね、お外出てるけど、薬飲んでなかったら相当やばかったやろなって感じのでしたけど、まあまあちょっとは抑えられてる感ある、元の症状からすれば。もうそれでもなんか頭痛はあるし、まあいろいろ。カリンチも縄跳びしたの。いや、今日はしてないです。いつも一緒にするんだけどね。今日は鬼ごっこしました。一緒に。マジ、私の妹バリバリに足早いですからね。すごい、5歳なんですけど、まだあんなちっちゃいんですけど、めっちゃ足早い。びっくりする。今日は何時に起きたかな？いや、今日は遅かったんですよね。なんか、一回ね、まあ、夜中とかも起きたんですけど、5時くらいに起きたんですよ。5時くらいに起きて、もうほんとまた寝れんくて、もう椅子起きちゃおうかなと思ったんだけど、まあ、いつの間にか寝てたんですよ。で、どうしたっけ、何時に起きたっけ。まあでも普通に遅かったですね。8時、9時前くらいかな。8時過ぎですね。はい。鬼ごっこ。そうだよ、一回私が提案して
やり始めたらね、もう止まんないです。アルジオン、そうアルジオン飲んでるんですけど、アルジオンって言いますか、アルエジオン、あなんだっけ似てるよね薬の名前って。聞いてるんですけど、聞いてはいる。だって元の症状がもうめちゃめちゃにやばかったんですけど、相当ひどかったんだけど、それに比べたらまあだいぶ抑えられてる方なんですけど、それでもね、元がもう尋常じゃないくらい多分ひどいんだろうくて、まあまあ仕方ないです、もう諦めておりますのであと数ヶ月の辛抱や。二度寝今日は楽しくない二度寝でしたよ。みんな今日何してたんですか、みんな何してたんですか。いやー今日は眠い、本当に眠い、マジお昼寝ちゃいそうになりましたもん寝ちゃいそうになりましたもん、マジ眠い。今もう寝ようと思ったら一瞬で寝れる自信がありますってくらい眠い。今日は早く寝ます。どうしたらいいかな、もう薬飲んでうえピエトゥ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 、外出た瞬間涙が止まらんかそれな、お昼寝すれば、いやお昼寝すればよかったんやけど、夜寝れんくなるんですよ。はーい、今日はメイク軽くしてます。あ、お肌以外してる。いや。待って、今日何日ですか。23日だって。もう無理、やだ、すごいですね、忙しいね、いや頑張りましょう。でみんなさ、あんどけのやつ送ってくれましたか、あんどけの募集してるやつぜひ送ってね。47の素敵なファンによる47の素敵な街絵プロジェクトと、いてそうフォトくしゃみです、ぜひ、いやーすごい、明後日からめっちゃ雨ですな、ハードルが高いんですかね。今日リップちょっとつけすぎたんです。順調に髪の毛伸びてますでしょ、でしょ、いやなんか全然伸びないやんって親に言われるんですけど、めっちゃ伸びてますよね。
どうですか、ほら伸びてますよね、めっちゃすごい嬉しい。あとこの調子で頑張って、いや、ね、今の調子じゃまだね、この今の長さじゃまだ全然あのアレンジができないので、そうそう、このまま順調に伸びてほしいなと思います。あったかい、いやでも今日は寒い、今日はちょっと寒くなりました。あ、でもあったかいですけど、どうだ、風があるからね、風が冷たいって感じですね。夏の、いやでもね、逆にね、髪長い方が夏はね楽です。ショートの方が暑い、結べないからね。ロングだとまとめれるので、夏は断然ロングの方が楽です。量が多いから途中、そう、量が多いから切りたいんだけど、そうしたらアレンジができないからね。あとね、すいたらね、長さも割と変わるんですよ。なんかすいたら長さがこう変わるじゃないですか。だからなんだろう、アレンジがしにくいんですよ。だからまあ伸ばします、大変だけど。福岡出身ないんですが、福岡叫んだらダメなんです。あ、ダメなんです。え、自分の出身県を叫ぶ感じ、福岡と叫んでくださいいいですよいいですよ、私も、あ、そうですね、うん、そう、昨日めっちゃ暖かかったけどね、今日は寒かった、普通に。子供の頃の親戚のお姉さんとかとカレンちゃんの喋り方が一緒で懐かしいウケる、九州の方ですかウケるな、そこで懐かしさを感じちゃうめっちゃんの背景の明るさで大面白い、確かに最近は明るいですからね。髪長いとシャンプーとか使う量も増えるの、もちろんですよ、増えますよ。私は今ね6プッシュくらいしてます違うんですよ、なんか入れ、なんかね、一回私のうちのシャンプーボトルがなんかで一回出る量がめっちゃ少ないんですよ。他のみんなはどれくらいしてるんだろう、何プッシュくらいしてるんだろう、家族。なんかほら、なんだろう、普通に市販のやつをのシャンプーを買ってるんですけど、その元のボトルじゃなくて、なんかマグネットで浴槽の壁に貼り付けるタイプのやつなんですよ。で、一回の量がめっちゃ少ないやつなんですよね。だから6プッシュくらいが私はちょうどいいんです。うわー、びっくりした、ごめんなさい、ついてるわ多分、そうそう、だから元のボトルだったら 1.5 プッシュくらい、そう、
めっちゃもう全然出ないんですよ。だからめっちゃシャ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 出してます。そうだよ。あ、ドライヤー、確かにドライヤーがねめんどくさいですけど、なんかもう慣れちゃって、慣れたわ。前までなんかドライヤーしないタイプだったしないタイプだったんですよ。本当に高校生ぐらいになってからドライヤーでちゃんと髪を乾かすようになりました。だからね、ドライヤーがそうで、ドライヤーが大嫌いだったんですよ。まあ、今も、まあ、好きってわけじゃないですけど、なんかさ、音も大きいしめんどくさいし、普通になんか今もは無理のが、なんか音がめっちゃ大きいじゃないですか。でなんか周りの音も全く聞こえなくいい感じがめっちゃ苦手です。伝わりますか？なんか周りで何が起きてるかちゃんと理解できないくらい、もう自分の世界、自分一人で世界に閉じ込められてるようなくらいの大きい音じゃないですか、ドライヤーって。そう感じるのちょっと特殊なのかもしれないけど、それが苦手ですね。でももうまだ毎日やってたら慣れましたね。量多いから大変だけど、だからこそ慣れました。190日、早いなというもんです。あと10日で200日ですよ。っていうのはもう言わない、もう言わないように言っちゃうんだけど、ね、言わないときます。ダイソンじゃないです、ドライ、ね、ダイソンのやついいんかな。普通のやつだよ、普通のやつでもあれですけど、ダイソンじゃない。ドライヤーは何分かかってんだろう、10分くらい、いや5分で、5分です、5分、5分で乾きます。でも割と早いんですよ。私もうね、ちゃんとなんかめっちゃなんかいろいろ調べました、ドライヤーの仕方。まずめっちゃタオルでちゃんと乾かしてからのみたいな、すごいね。めっちゃ私の髪の乾かし方特殊ですよ。超特殊、貞子みたいな乾かし方します。こうやってしてなんか根元から乾かすんですよみたいな。だからね、乾きやすくなりました。ただ普通に乾かすとね、ダメ、うん、そうそう、いろいろねあるんですよ、髪の乾かし方も。普通にこれで乾かしてもね、髪が傷むんで、ちゃんとあるんです。根元から乾かすと うねりにくいらしいです、髪の毛。5分くらいじゃない、5分くらい。みんな今日ドボンできる？できる？ドボンしましょう、ドボン。今日も時計持ってきてから、まあ、ちょっとだけ、ちょっとだけ。今日もできそうな。30分くらいからします。あ、掃除機ね、ダイソン。使ったことないな。どうなんだ。うちは、あれですよ。なんだっけ。あのね、あれ。掃除機はなんかマキタだっけ、
が2個ぐらいあります1回用と2回用とルンバちゃんです。吉田家の掃除機事情吉田家の掃除機事情学びましたね皆さん。今日の夜ご飯はうちはね唐揚げですなんか昨日からママがね味なんか寝かせてた味付けしてだからね冷蔵庫めっちゃ匂いがすごかった。楽しみです。マキタ業務用使ってる人多いですよ今人気だよめっちゃいいですめっちゃいいです Yes。 昨日はすぐ寝たよ。昨日何時寝たかな。昨日の夜の記憶がもうないんですけど何してたっけ昨日。でもすぐ寝たと思います。あ、なんか妹の一瞬寝ようって言われたんですよ。あーもうすぐすごい今すぐ昨日ね今すぐ寝れるってくらい眠たかったんですけど夜準備終わってから妹と寝るとねもう妹松の妹もう寝る前すっごいテンションが高いんですよ。すっごいテンション高くてもう全然寝ないんですよね。もうだから1時間くらいもう寝ば1時間くらい寝ないこととかもうよくあるんですよ。あだからもうまあきついけどもう仕方ないかと思って一緒に寝てたんですけどなんかすぐやっぱ嫌だって言ってすぐ親を呼んでで私は寝ました。すぐ寝たよ。何時に寝たかな、まあ、遅かったんですけど寝ました。そう花粉に負けて結局早く寝ても花粉に負けて起きちゃいました。そうです。妹と寝るときはだいぶ寝ばってる。ああもう寝るよっていうのを何回言うことか。彼寝るけんっていうのを何回本当に何回も言ってますフ私は寝つきは良くないです。めっちゃ悪い激悪超悪いですよそう妹は親と寝てます。でっかいベッドで超巨大ベッドフッ私は料理ですか。全くしないですね。全くしないです堂々と言ってますけど私も料理なんて全くしません、ね、え待って電池がない。なんで充電がないんですけど全くない。なんでだろう。ちょっと移動しますね。あそうだちょっと待ってください。移動します。そうそうそう今日寝れないな。もう全然寝れないなと思えば思うほど寝れなくなるよね。それな。なんか毎日充電ないんだけど、まあ、毎日じゃないけど、いつも充電ないな。なんでだろう。なんでだろう。なんで待って。なんでだろう。なんでだろう。なんでだ。なんでだ。どう。暗くないかな。ちょっと待って。
食べる専門です。もちろんの。もちろん。もちろんで食べる専門やで。よし、完璧や。よし。あ、充電が止まらない。充電コードが届かなくてちょこちょこ言わせます。あら、夕日がここはもうめっちゃ当たるとこですね。ちょっとやばいぞ。超眩しい。おっと、やだ、ごめんなさい。ちょっと充電コード長いやつ使わないとな。夕日。うわ、もうすいません、本当に申し訳ない、待って。マジで本当申し訳ないんですけど、困ります、失礼します。それな、自然光で戻ってるな。なう自然光、よし、届いた。よいしょ、携帯も充電ないんですけど。私なんでこんないつも充電ないんだろう。そんな使って、まあ、充電はあんましないからか。どうぼんどうぼんどうぼどうぼどう、やば、寝れます私や。寝れちゃうわ。じゃあ早速始めましょう。ね、最初はじゃあ32分くらいにしましょうかね。32分でしますよ。皆さんドボンの準備をお願いいたします。32分27秒で。なんかいいことあった最近ですか？わかんないな、覚えてないな。最近は、なんだろうな、特にないかな。なんだろう、まあ、あったと思うんだけど覚えてない。携帯どれくらいに買ったかな、これ。あ、去年の、あ、一昨年の9月です。一昨年の9月。よし、あと少し。
単純に半日並びよ。みんな昨日ドボンできたっけ、昨日配信中にできんかったか。今日はドボンこの配信中に一回はしたいところですね。あと1枚あーグレーン、あっうそー、やったやったーい、よっとシェイドボンしたいですねって言ってたらドボンができました。いきなりドボンできた、寝た。次は35分で、じゃのコメントの方をぜひご覧になってください。今順位が121位です。あ、ちょっと頑張りたいですね。まあ、さっきはいきなりドボンでしたからね。今日はどうでしょうか。上がりたいですね。順位をねちょっとドッと上げたいですけどもめっちゃ黙っちゃって申し訳ないです。
がれない、あと1枚あったんだけど今2枚。さあ頑張るぞ。あっ来た、上がった。しわ上がった。今ドボンと上がり、次は39分27秒で、カレンダー押しとは当たる？本当ですか？私あんま当たんない。なんかこのお顔はなんかドボンのお顔、顔変わってません？だいぶ今の私とそんなことないかな。なんか自分じゃないみたいです。他人からはこう見えてるのかな。でも自分の、まあそっか、反転して見えてるんですもんね、こうやって見るの。あ、なんか自分じゃないみたいです。39分27秒です。ちょっと眩しいな、さすがに。やばい、寝ちゃいそう本当にドボンしながら寝てたらごめんなさい早くね、もうドボンさしましたよ、ラミちゃん推しの方。41分。これいつ撮った写真かなと思うの。でもだいぶ前です、前髪がないし。うん、神々しいでしょ。みんなドボンしてる間何話せばいい、何話してるんだみんな。超私黙っちゃいます。みんなも見てる、みんなもやってますよね、ドボンやってる方が多そう。私はちょっと解説していきたいと思います。さあ私残りカードは5枚でございます。どうでしょうかね、まだ分かんないですね。ただね、ちょっと偏ってはいますね、カードの種類が。
おっとハードが偏っていますけども、ドボンされたん次こそは43分、イエーイイエーイの言い方超モラルじゃない、なんかレベルアップイエーイみたいな、今119位だからあと19人抜いたら100位に入れますまあでもこれでも順位だいぶ上がった方ですよこれでもね、わあ、やだカード偏りすぎにいっちゃう。あと一遍でキラメキや次45分いけますか、45分でもう45分になったわ、今七瀬ちゃんがやってますか、どうも七瀬パラダイスの方がお二人もいたんだけど、3人中七瀬パラダイス、たまたま、いやわからないですね、どうだろうな、なんかドロー2とかドロー3ばっか打ってる、来て、おードロー2だよ、ドボンチャンス来たー、しゃいー、やったー、今日はちょっとドボン2回もできたので調子がいいです。118位、あと少しですよ、次47分で47の私推しに、逆に私が合わないんですけど吉田カレンの推しにあんま合わないんだけど、どういうこと、そういうこと、
たー。今回はみんな知ってる方だ。上がれない。あと1枚なのになかなか上がれない。やったー、上がりー。今日調子良すぎん私わかんないあの当たってくれた人がめちゃめちゃみんな忖度祭りやったらウケるんだけどこれで、ね、超ドボン何回もスルーしてましたとかありがとう。こちらこそ。うん、次はあ上がれたけどパスしちゃったってわら優しいなみんなやめてください次は51分で51分。あ、夕日が沈む空を見ているか。夕日が沈んでおります。もう寝ちゃいそう。今日ご飯食べずに寝ちゃおうかな早く寝ます。ご飯食べていっぱい食べて。あのね今日ねママが一人で買い物行ってたんだけど帰ってきたらお買い物バッグの中に麻婆豆腐の素が入ってましたこれはむしろ麻婆豆腐作るんじゃねえと思って。私麻婆豆腐大好きなんですよ。で昨日さ麻婆豆腐作っちゃおうみたいな提案したんだけど麻婆豆腐の食べ過ぎじゃないみたいな感じだったのよ。21、22、23、24、25、26、27。で、あの私の弟も麻婆豆腐が大好きなんですよ。でなんかお弁当と一緒にあのなんかスープポットみたいな、なんかスープカップみたいな、あの魔法瓶みたいなみたいなスープ入れるやつがあるじゃないですか。そうあれにね麻婆豆腐入れて毎日のように持って行ってるらしいんですよ。だからあんまり作んないんだけど今日もしやと思ってです。てかえびっくりなんだけど今更だけどめっちゃカード偏りすぎて、え嘘やっぱお願いクラブ。
るカードないかも。次は、嘘、絶対今の方ドボンできたよ調査、今スルーしましたか。今めっちゃ時間が空いたから、あ、ドボンやろなと思って、よし次はとか言いました。嘘、今スルーしませんでしたか。違っちゃう。ああ嫌がれな長いですね、この戦い。長いですね。どうもやったみんな対戦 してたみんなの忖度のおかげで無事ドボンすることができました。ありがとう、ドボンさせてくれて。ギリギリで上がらなすぎて。次は57分。あ、もうちょっとで6時ですね。ラスト。これ含む、今からの含めて57分の含めてラスト3回で、親さん推しの方
女秒でドボンしてみたい。ラスト2回でみんな次59分でどうかな。みんな結構今日マッチングできましたか。え、一枚でとかすごい。今とってもフルーツが食べたい気持ちです、気分です。なんか今日お家にイチゴが届くってママが言ってたんだよな。ママを食べたい。初マッチングですか。それは嬉しいな、おめでとうございます。家の時計見てやった方がマッチやすはや、ちょっと早すぎ早すぎ。終わった。ラストです。次ラスト、次はじゃあちょっと時間を置いて、え、2分で0227で、います。暗くなってきたな、お砂糖。もう寝ちゃいそう、寝ちゃいそうだからおしゃべりしましょう。いやーねえ、もう笑っちゃう。もうちょっと、え、私おしっぽいからと人にも合わなかった。え、私間違ってないよね。心配になる。
ますね。今日調子いいで、また音立つ。ふっしゃーで、みんなカレンちゃん推しには合うけど合わないなみたいな、よく言われる。最終順位ですか。私のただいまの順位は、推しメンライブランキング116位でございます。はあ、ちょっと頑張りましょうね。夜や頑張んないと。あ、よし、どうしようと思った。いつもさ、なんか10時過ぎとかだからできないんだよ。準備は、そう、100位以内に入れるように頑張ります。ゴールデンベッドタイム。え、それでずっと、あ、そうだ、そうか。ウケる。めっちゃ妹が熱唱してます。聞こえますか？ウケる。いや、すごい暗い。もう暗くなってきました。さあ、ドボンは今日はこれで終わります。それでは皆さん、今日もお疲れ様でございます。明日うるさい言われた。明日も頑張りましょう。明日水曜日だって。今週も早いですね。いつも頑張りましょう。イエよ笑顔下手な人みたい。今日はマジで早くさせて寝ます。寝れますように。終わります。お腹空いてきた。お腹、そう、お腹空いたな。めっちゃ眩しい画面が、部屋行きにくくなりすぎて。そうですね、麻婆豆腐だといいな、夜ご飯。よーし、終わりますよ。ランキング読みます。13位、としゆきさん、ありがとうございます。12位、ひがさん、ありがとうございます。11位、まぼろしさん、ありがとうございます。10位、あきふみさん、ありがとうございます。9位、群馬のよっしーさん、ありがとうございます。8位、ぬっしーさん、ありがとうございます。7位、ひでじろさん、ありがとうございます。6位、じんじんさん、ありがとうございます。5位、こたんさん、ありがとうございます。4位、とりおえじさん、ありがとうございます。3位、ジアリングさん、ありがとうございます。2位、ももかんさん、ありがとうございます。1位、はやちゃんさん、ありがとうございます。佐賀牛いいね。お米です。今日お米はちょっとしかないですよ。ありがとうございました。またね。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。